ッ競争に熱中する若者たち格差社会、韓国の現実とはという記事を6日に書いていまして、これは韓国の労働市場や社会保障に詳しい日清基礎研究所の金明忠さん、首席研究員に聞きましたということなんですね。韓国というのは皆さんご存知のように格差がかなりあると。一部の財閥系の大企業に就職すると人生ばら色なんだけれども、そうじゃない企業に就職すると、 かなり厳しいといとう社会ですね、はいえー、大卒という学歴だけでは高待遇の仕事に就くことは難しくなったのですねと、うん、そうです高学歴の人が増えてくると学歴による差がなくなってきます、うん、そこで学歴以外の要素で差別化を図るために若者はいわゆるスペックを積むことに熱中するようになりました、うん、スペックとはどんなものでしょう数年前までは大学名大学の成績教育の成績、うん、語学留学の経験 さまざまな資格の5大スペックが就職のための必須条件と言われていました韓国では海外に留学する人の数は毎年20万人規模ですすごいよで人口2.5倍の日本は10万人規模ですから韓国どんだけいるんだとっていうか日本がだめだっていう感じもしますけどねそうですねこんだけの人口がいてやっぱ世界にこうねいろんなふに学びに行ってその上で日本で活躍するっていうはい 韓国人と中国人はいるけど,ど、ね、日本人少ないなと思いますよねいやシドニーとかで、うん、あの観光地でもあんま日本人なかったですもんね、はい、いない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 韓国人中国人はどこにでもいますよねやっぱバイトもしてるし、うん、現地でなんか違法じゃないかと思うんだけど、うん、やってたりとかするし <laughs> いやちょっとやっぱ日本人はもうちょっと海外行くべきだなと思います、ね、そうですね、はい、で今その5大スペックというのが今あったんですけど、うんはい ムン・ジェイン政権に入り格差が深刻化したことでさらに必要なスペックは増えて最近は8大スペックが基本になっているようです、うん、新たに加わったのはボランティア活動インターンシップの経験受賞の経歴です、うん、今ではもっと増えているとも言われていますと、えー、スペック競争が加速すればそれだけお金もかかりますよね、はいえー、昔は家が貧しくても子供は頑張って大学を卒業すればいい会社に就職できるという社会でしたしかし 格差が広がった今の社会では生まれつきの格差がその後の人生に色濃く影響しますとだから日本ではあの親ガチャとか言われてましたけどもなんか韓国ではスプーン階級論とかヘル・朝鮮とか、はい、そういう言葉で格差への不満を、えーうん、示しているということですねでムン・ジェイン政権ってその非正規労働者の問題にメスを入れようとしたんですけども、はいえー、最低賃金を大幅に引き上げる改革を行いました しかし、労働時間を短くする政策と賃金を引き上げる政策を同時に進めたため企業にとっては人件費がかさみ雇用はあまり増えませんでしたっていう、うん、だから、やっぱり急ぎすぎたんでしょうね,まあね5年しかないからそそうでですねムン、うんえー、氏は最低賃金を当時、えー、6470ウォンから3年以内に1万ウォンまで引き上げ、はい るという公約を出しました。うん、達成するためには単純計算で毎年約16%ずつ <laughs> 引き上げなければならない。そうすると採用する人数減りますから、そう,そうすると給料高い人と低い人の格差はできるわけですね。そうそうなっちゃった。はえ、い、最初の1年は実際に16.4%、うん、19年にも10.9%、まあここまではまあ、はい、あの給大点なのかなと思うんですけども、うん、しかしその次の2020年には2.9%。 と鈍化し、ムン氏は公約を守れず申し訳ないと謝罪しましたということなんですね。うんはい、いや、ではなんかあの、まあ、韓国企業収益を圧迫しますからね。利益、ね、の上昇は。で、はい、韓国ってその職業にかなり規制があるみたいで、うん、その辺の規制緩和も必要だということをこの方おっしゃってるんですね。はいうん、多様な職業を認めることですね。例えば韓国では若者の間でタトゥーが人気ですが、タトゥーイスト、まあ彫師ですね、うんうん、えは 労働に関する制度の対象となる職業としては認められていません。うん、え他に職業の多様性を深めることで、えー、就職の選択肢が広がりミスマッチはさらに減るでしょうと<ー>、うん、だから韓国でも今さまざまな職業に多様化しているので、うん、そういう中で国が制度としてなかなかそれを職業として認めていないという、うん、だからその労働に関する制度の対象外になっちゃうということなんですね。はいな そういうい規制あるんですねまあ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 ね、うん、規制がいいのかどうかっていうのはまた別かもしれないですけど、うん、日本はいろんなところにすぐ法律ができちゃうんでね、うんはい、今、ドローンとかも全然できなくなっちゃってるんですよね、あああ飛ばす場所がないってことですか、いやドローンも既に規制がすごく激しくて、うんはい、でドローンの免許取るのに30万ぐらいとからかかるようになるんですよ、うん、あもう車と変わらないじゃないですか、車と変わらなくなるんですよ。うん、だかからドローンっってて金持なないいととできないとか、うん 結構すごい規制の対象にすでにもう役所がやってきてて、うん、で、た確か今年の秋ぐらいから出るのかな、うん、そうそうそうだからあのー、いろいろもうあのドローン文化っていうのはちょっとできなくなりすんじゃないかなって思いますね、うん、日本は規制迅速なんですけどね迅速です <laughs> <laughs> 税金もすぐ取る緩和鈍速っていう仮想、はい、通貨す, <laughs> すぐぶっ潰しましたからね、はい 増税 <laughs> も僕はい、そう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 そんなスピードでやりますけど<う> <laughs> はいもう全然何かできてもそれは悪いことに使うと思われるんですよ、うん、ドローンが出てもそれは危険なものだと、うん、やっぱその、えー、怪我する人がいるとか、うん、で我々が管理してあげなきゃ仮想通貨これも危険だとこれでもうあのー、どれだけあの金がね盗まれるか分かんない、うんうん、もう規制しよう,ともう全部そうですからね 面倒な社会ですね、韓国も相当今苦労しているということなんですけれども、次の新しい大統領になって、韓国社会も変わるのかなと、でもこれまで変わらなかったですからね、だからその多くの人はムン・ジェイン政権の掲げる最低賃金の上昇だったりとか、所得控除に期待したんだけども、なかなかそれもうまくいかず、今、岸田さんも似たようなことやってるじゃないですか、所得を上げようと、これ、方向性自体はいいことだと思うんですけども、やっぱりなかなか。 国がそれ旗を振って単純にできるものなのか、はい、まあずっとできなかったわけですからね、うん、そうううそそ、うん、それをだからあの税制とかでうまくできんのかっていうと、うん、まあそのね多くの人が働く中小企業にはそれはね、うん、赤字とかだったら意味ないわけですから、はい、その税制優遇でも。はい、となるとまあ腕の見せどころなのかなとそうですね、うん、だから、韓国の場合ってこれ再選できないから、うん、やっぱレームダック化しますよね。そう だからこの辺はやっは法改正必要なんじゃないかなという、うん、まあ長くやることによって、はい、結局そのまた腐敗が生まれるからこそ、うん、今の一期五年というところに落ち着いたというのはあるんですけども,も、まあ、歴史的には二期やってもいいよねって思いますね。だからだから日本を総理大臣ね<っ>ちょっと安倍さん伸ばしたからちょっと長くやったんだけど、うん、やっぱ10年ぐらいやらないと本当に強い政権とかやりたいことをやるっていうのは。 本そうですねだから4年四年2期とかそう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 アメリカの大統領選みたいなねだから日本の総理大臣短すぎてやっぱやりたいことができないっていうのはあるよねだプーチンとかすげえのはずっとやってるから強いんだよねそう一回その中継ぎとしてメドベージェフやらせてあれでも自分だから最強後ろで陰性引いてたわけだからだからやっぱある程度やっぱ うん8年うん、4年2期とか、うん、それぐらいはやらないと、うん、やっぱ本当に強い経済成長とか、うんうん、そういうあれは全然できない,いう、うん、そうですね岸、うん、10年はきつくないってい,ういやだから本当ね日本ってだめだよね うん、そう確かに安倍さんでも後半やっぱ長すぎたかなっていうのは、ねうんうん、なかなかだってその安倍さんの掲げているようなことって、うん、できなかったしいわゆるそのテロ等準備罪とかまでだったのかなっていうまあでも安倍さんの場合はでも最後、体調悪かったんだろうなっていうのはすごくあったね。ね、うん、顔色悪かかったしだら もうちょっとね、うん、あれだったなと思いますけど。まあ、安倍さんはそれなりにやってたし、うん、あの法案も通してたし、あの菅さんもやってるし、岸田、うん、さんだよね。何にも言ってないでしょ、まだ、うんうん。検討しただけだよね。<laughs> <laughs> 本当に。検討士ですからね。新しい資本主義はまだ何も出てきてないからね。